どっちも取れてないみたいな。AKB 盛り上がる。
21日に発売された AKB48 のニューシングルラブトリップ、そしてエブリデイカチューシャ制服の羽をお聴きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがでしたか。さあ早速ですが6人の自己紹介をさせてください。まずは地元長野県代表の私から。はい、空気感を生まれたようなおしゃべりさん、その名も、はい、長野県出身のマウリンこと近藤真由里です。よろしくお願いします。から来ました、しおりんこと佐藤しおりです。よろしくお願いします。はい、チームエイトの元気てるし富士山とおとといらばみーぱん、静岡県から来ましたよこみちゆり15歳だい。山はよこみちでもよこみちにされないように頑張るぞ。よろしくお願いします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、はい、ありがとうございます。今日の自慢のラビットで皆さんにきっときた笑顔をお届けしちゃ、富山県から飛んできましたハルピョンこと橋本春奈16歳です。よろしくお願いします。県から来ました、チョウクレナ16歳です。超なまってるけど私の名前覚えてクレナ、よろしくお願いします。イエーイ。で皆さんすごい声援がすごく嬉しいんですけど、まだまだ盛り上がっていきますよね。続いてはこの曲からです。次の曲はチームエイトの最新のオリジナルソングとなっています。それではどうぞ。
アのルート、リベルデーカチューシャ、オーボエダイヤモンドの3曲を続けて聴いていただきました。次に聴いていただく曲は山本さやかさんが先頭を務めたあの曲です。おー、クリちゃん準備してください。はい、みんな、ここは長野県です。はい、来たことある人、はい、今ね、今来てるよね。皆さん、長野県の印象を教えてほしい。リンゴ、おー、早い。そばリンゴ、そば早い。そば早い。リンゴはもうね、有名。あのね、青森より私美味しいと思うんですよ。え、思います？ですよね。青森より美味しいよ。あと、そばそばはもう有名。至る所に長野県そばがあるから。そう、皆さん、ぜひね、そば食べて帰ってくださいね。はい、食べた。他にある？意外と岐阜と似たような食べ物が売ってる。五平餅とか。五平餅って岐阜だと思ってたんだけど、長野もそうらしくって、だからでもまあ共有し合える食べ物。そうだね。私はね、長野といえばツアーできたなっていうイメージ。あ、来ましたよ。そう、楽しかったね。去年ツアーできたなっていうイメージなんだけど、ちょうちゃん、なんか言いたいことあるんじゃないの？あれ、何？9月25日に福井ツアーがあるんです。やったー、失礼しました。やった、みんな来てね。はい、チケットお客さん発売中ですので、皆さんも来てくださいね。今日は福島でもやってるし、もちろん福島以上に長野県を盛り上げて行く準備は皆さんできてますか？星香の星香誰だ？やった。ということで、365日民放中歌いました。それでは聴いてください、365日の紙飛行機。初のオリジナルソングです。皆さん、まだまだ盛り上がる準備はできてますか？
くわけなんですけど、はい、感想を聞いていこうかな。じゃあ横道。はい、ですね、私本当に奈良のすごい大好きなんですけど、ソロが有名っていうのを知らなかったのでソロをぜひ本当に今日か次また来る時にぜひ食べたいなと思います。はい、私は長野といえばモエリンで、はい、モエリはお姉ちゃん的な存在で、はい、大好きなので長野イベントに出て嬉しかったですそしてこの勢いで福井ツアー頑張りまーす。はい、じゃあ次はハルピョン。はい、私はあの結成チームメイトが結成してから1年目の時に長野県の山彦ドームでイベントをさせてもらって、2年目では長野ツアーで、3年目でここ M ウェーブで、イベントをさせてもらって、3年連続で長野でイベントをしているので、すごく長野が大好きになったので、4年目も絶対にまた長野でイベントやら何やらしたいと思うので、皆さんぜひ来てください。私も長野県大好きだし、皆さんのことも大好きです。ゆな。はい、長野県は岐阜県のお隣さんで、来れたのがすごい久しぶりなんですけど、今回この長野に来て生中継、生配信、生配送、はい、そうですね、生放送とか、その食べ物たくさん食べたりとかできたので、もっといろんなことに挑戦できたらいいなって思います。福井ツアー皆さん待ってるのでぜひ来てください。私はお仕事で初めて長野に来たんですけど、あのですね、すごくこのイベントは長野の良さが詰まっているイベントだと思ってて、すごい長野がいいところだなっていうのが改めて分かったので、今度自分で車を運転して長野まで来たいなと思います。はい、じゃあ次、萌里。はい、いやもうね、春菜としおりがもう全部言いたいことは言ってくれたんですけど今日はこんなにね、たくさんの、今日福島ツアーもあるし、あと舞台もやってるのに、こんなにたくさんの方が集まってくれて本当に嬉しかったです。そうですね、私は長野でね、もう3年目でここでこんなに大きい M ウェーブオリンピックをやったところで ね、 そうステージをやることができて本当に光栄に思います。これも皆さんが応援してくれるおかげです。本当にありがとうございます。はい、でも皆さん、お祭りは今日も明日もまだまだ続きます。ぜひ堪能して帰ってください。ありがとうございます。せよれさあ、長野楽しかったけど、修理しかそう言ったっけ、言ったよ、あ、言ったっけ皆さん、本当に今回は楽しませていただきました。これからも AKB48、 そしてチームメイト